くり腰だと思って、これ何も治療せずに、何も知らずに動かしまくってたら、これ悪化するじゃないですか。2週間ぐらい放置してると、どんどんひどくなるんで。はい、整体院婦科院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整形外科、整体院、整骨に通っても痛みが改善していない、そんなですね、患者さん向けに根本的に解決するための動画になっていますので、ぜひ見てください。松田さん、あいよ。間違いやすい病気って今シーズンまた、はい、前回座骨神経痛だと思ったら、はいはい、って話だったんですけど、他に何かあったりしますか？あるよあるよ、全然ある。逆に何かある？ぎっくり腰。おー、あるあるありますね。ぎっくり腰だと思ったらこれだった系でしょ。はい、何やと思います？あいたー、たた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 ですよね。すごい痛いんですよね。めっちゃ痛い。もう膵臓が爆発してた。それもありえるね。ありえるけど、多分動けないと思う。でも膵臓でなんか炎症起きましたとか、はい、でもう動けなくなった人とかいますね。膵臓って沈黙の臓器って言われてるんで、はい、本当最悪も本当悪くなった時しかダメなんですよ。膵臓が炎症起きててって時はマジで、あの俺の友達はなりましたけど、もうこんなになって体が伸ばせんって言ってました。でも電話して声出すのきついみたいな感じで。似てるといえば似てますね。まあ本当に似てる似てる。まあ今いい線いったなと思いましたけど、まああんまりないかな。膵臓の炎症までいくとなんかもう、あの、何でしょう、わかる。これはぎっくり腰じゃないってわかるレベルの痛さ。はいはいはい。間違えやすいぎっくり腰の痛さがあるね。なんすか。ヘルニアとか。お、素晴らしい。ありがとうございます。その通りでございます。あの、よく聞くヘルニア、あとは圧迫骨折。いわゆる炎症なんですよ。いわゆる骨折とか、組織が壊れてる。骨が壊れたりするのが骨折でしょ。あとは、椎間板っていう背骨と背骨の間にあるクッション材。これが壊れちゃうのも、がヘルニアって、いわゆるですね、この腰が痛いで、ぎっくり腰って、動けないってなるじゃないですか。で、ぎっくり腰の原因はほぼほぼこの多裂筋っていうこの背骨の筋肉が過緊張を起こしちゃってるだけなんですよ。なんでぎっくり腰ってもう急にガーンって魔女の一撃っていうぐらいでもう急に起きるんですよ。バーンって行ってみたいな、動けみたいになるんですよ。なるんですけど、このぎっくり腰と似てるのがいわゆる急性の炎症、いわゆるもう急性期、いわゆる怪我した時ね、背骨に。で、よくあるのが、椎体、背骨の骨折とか、椎間板のヘルニアって、椎間板が飛び出た瞬間。っていうのは、あいたが変わんないですよ。動けんっていうのが、ぎっくり腰でも、椎間板ヘルニアでも、圧迫骨折でも起きえます。いわゆる急性炎症と同じような症状出るんですよ。ただ、ぎっくり腰だと思って、これ何も治療せずに骨折してるのに、何も知らずに動かしまくってたら、これ悪化するじゃないですか。そう。なんで、あの、これちゃんと見極め方知らないといけなくて、で、ぎっくり腰の場合だと、何々をすると楽になるんだよ。冷やす。違う。温める。そっちじゃない。そう、正解。なんで、これが分かってくるとだいぶ知識ついてきたっすね。筋肉だから。筋肉だからってもう理由でも何でもない。筋肉の痛みだから。筋肉がどうなってるから痛くなってる。だから温めるといいよね。釣ったような感じになってる。釣った。まあそう。なんでちょっと筋肉が使いすぎてる。いわゆる過緊張な状態。ギューッとなってる状態だから痛みが起きてるのがこれぎっくり腰ですよね。であれば、ぎっくり腰の場合とかであれば、温める。例えば、ホットパックをしてみたりとか、お風呂に入るってしてみると楽になるんですよ。でもまた痛みは戻りますよ。また緊張出るんで。ただ筋肉が過収縮してるだけなんで、これ温めてあげたら楽になるんですよ。あ、お風呂の中だと楽になるっていうのが大体これぎっくり腰の症状の時の典型パターンですね。で、それと同時に逆に炎症、怪我した時、骨折した時、お風呂入ったらどうなる？もっと痛くなる。そうですね。お風呂入ってる時は楽なんですけど、上がったらもう、うわー、パチパチパチになってくる。なんで？血液に乗って、で、その痛みのやつがバーって血流が良くなって広がるから。まあなんかわかんないけど、それっぽい感じはしますね。お風呂に入るってことは血流が良くなるね。血流が良くなるから筋肉も柔らかくなる。
だけど血流が良くなることでいわゆる骨折してるわけですから、骨折してるってことはこれ出血してるんですよ。出血がどんどん出ますよね。ってなると出血がもっと出ることで痛いが起きちゃうね。椎間板も一緒、基本的には炎症が起きて、ここの場所に炎症が起きてる、いわゆる傷がついてる状態で血液循環が良くなったらさらにドクンドクンドクンって痛くなってきます。なんでこのぎっくり腰だと思って場合でお風呂に入った時に楽になって、その後も楽なんだけど動き出したらまた腰痛くなったって場合であればぎっくり腰の可能性高いんだけど、この圧迫骨折だったりとか椎間板ヘルニアっていうのは温めるとその場はね確かに楽になるんだけど、上がってからちょっとするともうなんかドクンドクンドクンって血液の循環に合わせながら腰が痛みがどんどん激しくなってくる、こういう場合はちょっと気をつけた方がいいかな気はしますね。もう完全なあの急性期の炎症だから、その場合はもう整形外科にすぐ行ってレントゲンとか MR を取ってもらった方がいいっていう感じですね。冷やしたら楽になるんですか？そうそう、逆に言うと冷やすと楽になるけど、あのぎっくり腰も炎症ではあるんで冷やすと楽になるんですよ、どっちも。ただぎっくり腰の場合は筋肉が原因だから温めると楽になりやすい、こっちも楽になるんだけど一時的に、まあ、その後悪化しますね。冷やすとどっちも楽です。ぎっくり腰もヘルニアとか椎間板炎も圧迫骨折も冷やすと楽っていうのは変わりはない、一応炎症ではあるからね。ですけどまあ温めた方が分かりやすいかなと思うけど、まあ温めた後分からないよね、温めて悪化したくないから。だからちょっと気になるようであればとか、あの圧迫骨折とかヘルニアであれば気泡があるはずなんです。気泡って何かって言ったら受傷起点って言って、いわゆるこう骨折をした椎間板ヘルニアになった動作とかあるはず。尻餅をついてから痛くなったとか、高いところから飛び降りた後に腰が痛くなったとか、なんかグッとねじった時に痛くなったとかみたいなのが、でも何もなくって腰が痛くなったって場合であれば、まあぎっくり腰の可能性もあるけど、まあどっちも可能性としてあるから、その時はまあ温めたりとか、あと受傷起点、要は痛くなった原因とかを見てみてから総合的に判断かなって気がしますね。ズキッってなった時の痛みの種類とかは大体同じなんですか？基本的には全部動けなくなりますね。息するのも忘れるらしいです。あっってなるらしいです、私もなったことがないんですよ正直。なったことないけど、もうなった人が来ると先生息もきつい息もきついみたいな感じは多かったりしますかね。圧迫骨折とかヘルニアだと多分ね動けないです結構。まあの種類が違うというよりはもうなんか中で痛い痛いみたいな、出血してる時、骨折した時あるじゃないですか、骨折した時みたいな、あのもう何も触らんでみたいな感じ。ぎっくり腰は動けはするし、なんかこうやってコルセット締めたりとかしても楽になる。だからコルセット締めたりするじゃないですか。で楽になるってことは背骨がぐっと楽になって筋肉緊張が解けてるんで、コルセットしたら楽になる場合もぎっくり腰の可能性がある。ただヘルニアとか圧迫骨折ってコルセットしてもあんま変わんないんで、もう骨折してるんでとか炎症起きてるから、なんでコルセットしても楽にならないし、温めるとなんかどんどんひどくなってきてる感じがした場合はちょっと病院に一回行った方がいいかなって気がしますね。間違えやすいというか、そのままぎっくり腰だと思って2週間ぐらい放置してると圧迫骨折とかってどんどんひどくなるんで、なんであのしっかりその場合は見分けてた方がいいかなって気はしますね。早めに受診した方がいいです全然という感じです。はい、どっちも激しい痛みでそうね、どっちも激しいんで分かんないです、その瞬間分かんないんだけど、あーちょっと長引いてるなとか、温めた時がきついのだったりとか、あとコルセットしても構わんないなっていう場合はちょっと圧迫骨折とかヘルニアの可能性があるかなって気がするんで、まあその時は見てもらった方がいいかなって気がしますね。はい、ちょっと気をつけながら生活したいと思いますならないようにね、まあ、ぎっくり腰だと思ってちょっとでもなんかうんと思ったら一回病院に行ってみてもいいかなって気がしますんで、まあ、病院行ってレントゲン取ったけど全然ヘルニアも圧迫骨折もないよってなれば、逆に言うと筋肉でぎっくり腰って可能性もあるんで、まあ、そっちじゃなかった、じゃあぎっくり腰、じゃあ筋肉ってなれば私たちみたいな整体だったりとかのアプローチも必要になるかなと思いますんで、まあ、ぜひねあの根本的にしっかりぎっくり腰を改善していきたい、もしくはこれがもうヘルニアの痛みなのか、もしくは圧迫骨折の痛みなのかっていう風にね悩んでしまっているのであれば、一度ねあの私整体復活って言ってね、しっかり原因を見つけていって、で根本的に痛みが戻りがないように改善していこうっていうね治療にならせていただいています。運動療法っていうのをやらせてもらってますけど、まあ動いていただきます。ただ動いてもらうんですけど、そんなにすごく負荷が多いわけじゃなくって、本当に簡単な動きをしっかりやってもらう。ただめちゃくちゃ難しいです、あのいつも動かさない場所を動かすんで、どうやって動かすのって言われる方がほとんどですね。でもここをしっかり使えることによってしっかり痛みが改善されていって、痛みの戻りがなくなっていく、これがね運動療法で、もう世界的にもスタンダードな痛みの治療になっていますので、ぜひねどこに行っても改善しないこの痛みの原因が知りたい、そんな人であればぜひね整体に復活って私全国でやってますので、概要欄の方に整体
痛み負荷の情報を貼っておきますので、そちらの方からホームページの方を見てもらって、電話もしくはメール LINE の方でですね問い合わせしてもらって、ぜひ予約してみてください。はい、ということで今日はねこれで終わりにしたいと思います。今日も動画を見てもらってですね、よかったなと思えばぜひチャンネル登録お願いします。あとは高評価とコメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひねコメント高評価書いてみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画を見ていただきどうもありがとうございました。また見てください。同時に起こることあるんですか？圧迫骨折、ヘルニアとぎっくり腰まあ起こりはしますかね。でも圧迫骨折とかヘルニアが起きて、それを動かさないように過緊張、いわゆる背中の筋肉過緊張になってぎっくり腰みたいな症状が起きてる、なんで結果どの痛みかわからんみたいなことはありえるから、はいはいはい、筋肉も骨も全部痛い、そう全部痛い、どれみたいな。でも一番緊急性高いのはヘルニアの骨折なんで、やっぱこれじゃ悪化しないようにしないといけないから、そこをしっかり見極められることがすごく大事かな。だからまあ最初迷ったら整形外科行ってもらって、レントゲンとか MRI 取ってもらうのが私個人としてはおすすめかなって気はしますね。はい、ちょっと心得ときます。頑張ってください。